はい、皆さんこんにちは、フラワーティスチンです。今日はですね、もう皆さんに大事なこうご葬儀の、ね、お話をしていこうと思います。今日はですね、実は NNN 日本テレビ系のニュースでこういうニュースがありました。葬儀に関して料金トラブルなどで年間700件を超える相談が寄せられているとして国民生活センターが注意を呼びかけた。国民生活センターによると、昨年度全国で葬儀に関するトラブルの相談が724件寄せられたという。最も多いのは料金トラブルで、喪主が親しい人と死別した悲しみの中で業者と十分な話し合いができないまま葬儀が営まれ、後からサービス内容に不満を抱くケースが相次いでいるという。中には斎場は埃まみれの倉庫のような部屋で祭壇もボロボロだったという相談もあったという。また参列者が増え、後から高額な追加料金を請求されることもあり、国民生活センターは消費者に対し、葬儀業者との打ち合わせは複数で行い、見積書の項目をよく確認するよう呼びかけている。これね、僕はこうお花の関係のデザイナーなので、この葬儀の仕事っていうのもよくやるんですけれども、まあ、こういうトラブルというかね、こういうことはまあ身近でこう見てきました。なのでこのフラワー TV でも、あとは僕のブログの中でも、ご葬儀に関するまあ注意はね、皆さんに再三してきましたけれども、またここでね、ちょっと皆さんに注意したいことがあります。やっぱりこうお花なんかも、ご葬儀のこう世界っていうのはもうちょっとね、信じられないようなリベートの世界に入ってます。またこれもね、お花に関する話だとは思うんですけれども、この祭場は埃まみれのような倉庫のような部屋で祭壇もボロボロだったというさっきの言葉がありましたね。この祭場のことではなく、祭壇もボロボロだったというのは、まあ、今でいうとほとんど聖火祭壇とかが主流になってきてるんで、その聖火祭壇がボロボロだったという可能性もあります。僕もね、実は葬儀の現場でこのボロボロな聖火祭壇というのを何度か見ています。で、あの葬儀屋さんにね、実は注意したことがあります。このバラはもうしぼんでますよって言ったら、このしぼんでるバラがいいんだって言い張りました、その葬儀屋さんは。他業者のね、やることなんで、あまり口出しはしたくなかったんですけれども、まあ、そこでね、こう変えた方がいいんじゃないですかっていうふうに促したんですが、これが綺麗なんだっていうふうに言い張りましたんで、もうそれはちょっと違うんじゃないかなと思います。まあ、あと僕の知ってる限りで言うと、まあ、例えばですね、こう最後に祭壇の花をカットしてお棺の中にこう入れるんですけれども、葬儀って、そのカットする花がですね、他からこう用意されてくる場合は、ほとんどはっきり言って、その祭壇は何度も何度も使い増ししてると思った方がいいと思います。なので、そういう業者にもし会いましたら、まあ親戚とかにはね、使わない方がいいよっていう風に促してあげるのもいいかなと思いますけどね。で、あとですね、この参列者が増え、後から高額な追加料金を請求されることがありというのは、例えばですね、結構親切にその時は言います、葬儀屋さんは。座布団が足りなくなったから追加しておきますねとか、何々追加しておきますねって言います。それは皆さんね、サービスだと思ってありがとうございますって言ってる喪主さん多いんですけれども、そういうことに関して葬儀屋さんのサービスというのはほとんどありません。全部お金が加算されてきます。僕の知ってる限り、座布団1枚1000円とか2000円とか、レンタル料が加算されていく葬儀屋さんもありました。なので、ちょっとね、こう先にですね、全てそういうものに関して料金を聞いておくっていうのが大事だと思います。そして聞いてるのもですね、一人で聞いてると私たちは言ってないっていうふうに始まりますので、そうじゃなくて、ここにもありますように、複数で葬儀屋さんとの打ち合わせを行いと書いてあります。ここがその部分ですね。複数で行わないと言ってないって言って跳ねのけられちゃうケースが多いです。なので、もう大変な金額が最後に請求書になって回ってきますので、ぜひ注意してください。こう良心的な葬儀屋さん、良心的でない葬儀屋さんの見極めは、例えば葬儀になってしまった方はもう気が動転してますので、できないと思ってください。なので、
まあそういうことは、まあ、準備をしとくっていうのは本当に心苦しいことだと思いますけれども、やっぱり準備が必要だと思います。でやっぱり、まあ、僕なんかみたいな、例えばこう葬儀にね、まあ、素人ではない人ですねにちょっと情報を聞いてですね、良心的な葬儀屋さんかそうじゃないかを見極めていくといいと思います。僕はですね、まあ、横浜近辺なんで、横浜近辺の葬儀屋さんの情報でしたら僕に聞いてくだされば、大体こう良心的かそうでないかはお答えできると思います。なのでもしね、こう問い合わせしたい方がいらっしゃいましたら、まあ、こちらまでお問い合わせくだされば、お答えできると思います。今日は葬儀に関するご注意の動画でした。はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。またスマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思いますので、下のリンクよりお願いいたします。ではまた次回こういうね、まあ、暗い話題はあんまり話したくないんですけれども、実はですね、もう一個結婚式トラブルと初注意呼びかけっていうニュースがですねあるんですよ。これはまた明日お話したいと思います。ではまた。